カルボネミスは、白亜紀末の大量絶滅から500万年後にあたる6000万年前のコロンビア北部に生息したサーアジョン層から産出した南米ヨコクビガメカに属する絶滅したカメの属である。カーボネミーズコフリーニアただ一種の実が含まれる。属名は、サーアジョンの露天ホリタンコにちなんで、ラテン語のカーボとギリシャ語でカメを意味するアミーズに由来する。 種商明は発見したチームに貢献したデビット・コフリンへの懸命。ーコフリーニアはノースカロライナ州立大学の当時博士課程の学生エドウィン・カデナがラグアヒーラ県で2005年に発見した6000万年前のホロタイプ標本 UF-IM41 に基づいて記載された。これは長さ20センチメートルほどの潰れた ほぼ完全な頭骨であり、眼睛な上顎を含む。頭骨とは、関節していなかったもの、同じ層から発見された u f M. m 7 1に指定された砕けた甲羅の標本から、甲長は約1.72メートルと推定されている。これは、今までに発見された最大級の亀の一つである。甲羅は、中心よのベネズエラから産出した巨大な カメスチュペンデミスに類似しており、直接カルボネミスに割り当てられはしなかったものの、カルボネミスの甲羅である可能性が非常に高く、その体格として推定される大きさを満たしている可能性が高い。他の南米ヨコクビガメカに属するカメの化石も発見されており、これはカルボネミスに関する新たな分類群であるとして正確な同定は保留されている。 カデナによる系統解析では、カルボネミスが淡水域に生息する、原生カメ類であるマダガスカルヨコクビガメや、大頭ヨコクビガメの禁煙種であり、ダシミーズパレオモルフォーやシュベイビアミーズアンティクア及び、ステリアジェニーズクロマリー、ベアデミーズなどの複数の化石種とともに、マダガスカルヨコクビガメをタイプ種とするアリムノキリニーという赤を形成することが示された。この南米ヨコクビガメ科の赤は、 白秋の末にはすでに出現していて、新生代の始まりの時期に新熱帯区に進出したが、やがて中心よで、南アメリカの北部、サハライナンのアフリカマダガスカルの身に分布域を狭め、減少したことが示唆されている。カルボネミスは赤月、新生の後期に生息していた。当時、現在のラグアヒーラ県にあたる地域は大河を持つ、熱帯地帯であった。 この頃に生息した他の巨大な爬虫類として、ティタノボアが挙げられる。当時の生態系には、カルボネミスを捕食するような上位の動物植生動物がおらず、また食物連鎖の回の生物に恵まれていた。カルボネミスは、頂点捕食者として、自身より小さな亀や軟体動物、果てにはより小型のワニをも強力な顎で捕食していたと見られている。また、 標本が一個体分しか算出していないことは、カルボネミスが十分な資源を手に入れるために拾い、縄張りを持っていたことを示唆している。ありがとうございます。